対談になっております。日本人学生にはお金を貸し付けることしかしない奨学金制度ですけれども、外国人の留学生にはなんと年に380万円返済不要のお金を渡しているというのが今の日本政府であります。日本人の学生には額に違いがありますけれども、約450万円貸し付けて最終的にいくら取り立てるかと言いますと、600万円以上を日本学生支援機構が取り立てております。日本学生支援機構は文科省の外局であります。文科省の天下り先であります。そしてその日本学生支援機構はどういう財政をしているかと言いますと、まず手持ちのお金が2000億円超えております。そして1年に約50億円の利益を出しております。早い話がですね、名前こそ学生支援機構なんていう大業な名前をつけておりますけれども、やっていることは学生ローンの会社であります。文科省はこのような奨学金しか日本人には用意しておりません。外国人には380万円月に30万円以上返済不要で配っております。日本人の学生があまりにも不公平すぎます。これでは教育費にお金がかかるということで少子化が止まりっこありません。やはり無責任でない責任ある大人は子供を作るときに大学まで行かせられるだろうか、そんなことを心配してしまいます。日本国政府から日本人学生には一切支援がありません。それどころか金貸しのカモとなっておりまして、日本学生支援機構を年間50億円儲けさせると、こういうカモになっております。外国人も留学生も同じ待遇なら文句は言いません。ですが違います。外国人の留学生については年に380万円も返済不要で支給して、日本の学生には金を貸し付けて50億円儲けると。どうして日本はこんなにまでして外国人に学ばせなくてはならないんでしょうか。昔も遣唐使や遣隋使といった制度がありませんでも、日本から行く人は命がけで勉強したくて行ったんじゃないでしょうか。どうして今の文科省は外国人の留学生に土下座をして靴を舐めて生活も学費も全部面倒見ますからということで、年間380万円も渡してどうして日本の学問を外国人に与えなくてはいけないのか、全くおかしなことだと思います。日本の学問は技術はむしろ日本人だけで独占すべきであります。だって外国人は親戚じゃないんですから。親戚である日本人全員が蓄積した学問を、そういうわけでなんでお金を払って外国人に学んでもらわなくてはいけないのか。いつから日本はそんな情けない国になったんでしょうか。非常におかしいことだと思いますよ。実は文科省は学校の数は多ければ多いほどいいのであります。天下り先が増えますから。外国人の留学生を入れなければ天下り先の
学校が潰れてしまう。だから外国人にお金を渡して日本の学校に通ってもらうと。文科省都合だけでこういうことが行われております。無駄な税金もたくさん使われております。文科省の官僚は非常に頭が悪いものですから、その分で増えた税金に自分の子供や自分の孫が苦しむということが見通せません。理解できません。なんで日本人には金貸して外国人にはくれてやんの。そういう不満が日本人の胸にメラメラとくすぶることも全く見通してませんし、理解しておりません。文科省のバカな官僚たちは今だけ金だけ俺だけと、今だけ金だけ自分だけという浅はかな考えで将来の日本人が苦しむのに外国人しか通わない学校を量産しております。全く文科省はバカな連中であります。財務省もバカな連中なんですけれども、省庁幹部官僚となる人間をですね、自分のことだけ考えていろいろな施策を考案するのではなく、自分の子供や孫がいい生活をできるようにそういうような方策を考えて政治家に進めるべきであります。それが今だけ金だけ俺だけ良ければいい、こういう考えで将来自分の子や孫を苦しめるとんだ頭の悪いバカ者どもが文科省、財務省、厚労省に救っております。外国人には380万円くれてやって、日本人からは高利貸し、金融や学生ローン、そんなことをやっている文科省、そういえば天下りでクビになった前川なんとかっていう文科省トップがおりましたけれども、あの人は女子高生限定で貧困調査に勤しんでいたようですけれども、なんと文科省のトップであるという責任感から自腹でやっていたそうであります。自分のお小遣いで女子高生限定の貧困調査を一生懸命週に4回行っていたと。60歳なのにすごいな、私はそこだけ羨ましいんですけれども、その方は今でも全く報告書を出しておりません。貧困調査をしたのに報告書を出していない、こんなことが許されていいんでしょうか。まあ、こういうような人が作った制度ですから、日本人に不公平であっても全然構わない、こう思っているんだと思います。というわけでですね、文科省がやっている外国人留学生には年に380万円、4年間で1500万円くれてやる。日本人学生には400万貸して600万円取り立てる。こういうことを許してはおけないと思いまして参院選に立候補しております。別にいいよ、外国人をこんなに優遇しなければ、せめて同じ扱いしてもらいたいんですよ、日本人と外国人を。出ないと不公平であります。日本人の学生もお金をくれるか、外国人にも金を貸すか、どっちかにしろと。むしろ日本人の学生には
返済不要でお金をあげてあげて、外国人の留学生にはぼったくりで金を貸してもいい、私はそう思っております。外国人相手の放り出しで日本学生支援機構が年間100億円もめても私は文句言いません。外国人は親戚ではないのですから、親戚の子供を差別して弾圧して礼儀する文科省許してはおけません。そういうわけで私は立候補しましたんで、よかったら私のこの話が理解できた賢い方はご投票ください。理解できない人は別にいいです。じゃあ、ここでの演説は終わらせてもらいます。